高橋あゆは、日本の作曲家。ギター、ブズーキサツマビは、ウクレレ奏者。歌手。現在は、あゆを名義で、音楽活動をしている。東京都出身。幼い頃から両親に連れられ、海外を転々とし、ドイツの西ベルリン、スウェーデンのストックホルム、アメリカ合衆国のニューヨーク州で生活。ニューヨーク在住の頃、アメリカのサイケデリックロックや、 イギリスのプログレッシブロックに影響を受ける。1975年に東京に戻る。公式サイト内の文章に詳しいが、ジップのレコーディングを手伝ったのが最初の音楽活動で、当時は本名でクレジットされた。1977年頃から本格的にミュージシャンとして活動開始。1984年 EPIC ソニーからデビューアルバム、 カルミナを発表し、この際にジャケットで高橋愛ゆと名乗った。同年にミディレコードに移籍して1984年から1986年にかけてノバカルミナを含む3枚のアルバムを発表。ミディレコードとの契約が終了してからは、テレビ、演劇、バレエなどの音楽を制作した。1995年以降は、様々なレーベルから多くのアルバムを発表して、 アユを名義のみとなる。東大寺小僧院に残された楽譜をロックと融合した、ソングスフロムはユーラシアンジャーニー o 脳の演目として、有名な、イズツに自作のメロディをつけた、イズツなど、精力的に活動している。ありがとうございます。